おはようございます。ミッキーファームです。今日は2021年の5月の8日です。今からスイカを植えていこうと思います。今日のこの品種は、紅小玉、まあ小玉なんで小さいスイカをあえて選びました。それでは植えます。これね、もう苗を、まあ、買ってきた苗なんで、このままこれをこんな感じですね。で、今回はこれアンドン仕立てというのをちょっと初めてやります。これ適当に、あんまりあるかな、近くすぎてわかんない。でスイカは暑いところで育つものなんで、寒さに弱いんで、またちょっとこういったもので暖かくしてあげないと成長に影響が出るようなので、このようにアンドン仕立てしたいと思います。はい、こんな感じです。お、こんな感じで大丈夫なんでしょうか。で、今回も、スイカはこの1個だけ植えます。で、まあこれでもね、今からこれ多分大きくなってきたら、なんでしょう、つるが結構伸びるみたいなんで、まあ、これがこっちに伸びるのかどこに伸びるのか、ちょっと、初めてなんでまだわからないんですけど、まあ、周りはちょっと広めに取ってる方がいいみたいなんで、とりあえずこれ1個、植えて育てていこうと思います。それでは今日はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方お願いします。 Twitter、Instagram もやってますんで、フォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。